この前の餃子、美味しかったね。日本にはまだまだ美味しいものがいっぱいあるんだろうな。スイスのお料理もとても美味しそう。チーズやソーセージ、じゃがいも、白いご飯と一緒に食べたいな。ルミさん、演劇にご興味はありませんか？前回のカラオケでルミさんの切り替えの素晴らしさに感動したんです。ぜひ一緒に舞台に立ちましょう。私に演劇などは無理です。だいたい一緒に舞台って、まさかどこかの劇団からスカウトが。無理です、無理です。エリちゃんって肌綺麗ね。白くてきめ細やかな肌、まるで雪のようだわ。まだ誰にも足跡をつけられていない真っさらで柔らかな雪の色。うわ、ちょっとくすぐったいわ。かりんたらロマンチックな例えをするのね。あんたたち、なーに和気あいあいとおしゃべりしてるのよ。この前勝負したことでみんな仲良くなったんだね。拳を交えたことで互いを認め合い、友情が芽生える。実に熱い展開です。拳を使った勝負なんてあったっけ？そんなのどうでもいいわよ。私たちはライバル、敵同士なの。戦ってるの、わかる？仲良くなる必要ないでしょ。まあまあニコッチ、アイドルはそんなにカッカするもんじゃないよ。それに昨日の敵は今日の友って言うやん。昨日じゃなくて1週間も前だけど。全部終わる頃にはミューズさんの悔し泣きが拝めちゃうかもしれませんね。タオル多めに用意しておいた方がいいかもしれないですよ。かすみちゃん、煽りすぎ。ところで、今日って何やるの？それは始まってからのお楽しみだね。じゃあ早速、今日の勝負、始めよう。よっしゃー！テンション爆上げしていこうぜ！爆上げにゃー！だから一緒に盛り上がるなー！ミューズ対虹ヶ崎、4回戦は度胸対決。大勢の観客の前に立ってパフォーマンスするスクールアイドルにはどんな状況でも乱れない鋼の精神が必要。それを競ってもらうわ。ミューズからはのぞみちゃんが出るよ。よろしく。あなたちゃんにバンジーを任せ。ところで度胸対決って肝試しでもするんですか？惜しいわね。今回はこれを使って勝負よ。そういうこと。のぞみ、それからかなったも。ちょっと、何立ったまま寝ようとしてんのよ。二人とも映画を見るときはこれを手首に巻いておいて。何これ？心拍数を測る測定器よ。専用のアプリで携帯からも数値を見ることができるから、ビビっても平気なふりでごまかすことなんてできないからね。じゃあ再生するわよ。どっちの肝が据わっているのか、スタートニコ。はい、ちょっと待って、なんでこの主人公ドア開けるんですか？絶対幽霊。
れいるじゃないですか。なんでわかんないんですか。バカね。開けなきゃお話にならんの。うわー、見ない。私は絶対見ない。なんで両手両足ついてるのにあんなに早いの。こんなん一発ビンタすれば倒せるんじゃない。そんなことでどうにかなる相手なわけないでしょう。なんだろう、みんながにぎやかにしてくれてるおかげかな。あんまり怖くない。のぞみは多少揺れはあるけど、見始める前とあまり変わってないみたいね。かなたは、すごい、全然乱れてないわ。度胸対決、勝者この絵かなた。仕方ないよ、寝起きだもんね。あれだけ騒がしい中で熟睡なんて、どんな神経してるのよ。ほんと大したものやね。かなちゃん寝落ちする前にも結構怖いシーンあったと思うけど、全然動じてなかったやん。どれだけ怖いものが目の前にあっても、周りが騒いでも決して流されず、普段の調子を崩さない。ここまでどっしり構えるのはうちには無理やわ。褒められた。でも寝るなんて卑怯よ。この対決は映画の内容を怖がるかどうかなわけで。まあまあ細かいことはいいじゃん、勝ちは勝ちだし。それとももう一回見る？それは。残念。次は負けないよ。ミューズ対虹ヶ崎、5回戦はスタミナ対決よ。スクールアイドルに欠かせない4大要素、歌唱力、ダンススキル、表現力、そしてスタミナ。ライブでは長時間ステージ上で歌とダンスをやり続けなきゃならない。それを完璧にこなすには並のスタミナじゃ話にならないわ。わかります。お芝居をする時も後半は疲労がたまってくるのですが、いくら疲れても観客の方々にそれを感じさせるような演技は許されません。そうですよね。せっかくステージを見に来てくれた人たちに踊り疲れてクタクタな姿なんて絶対に見せるわけにはいきません。その通り。ステージで完璧なパフォーマンスをするために十分なスタミナが備わっているか、次の勝負ではそれを競ってもらうわ。勝負内容は長距離走。 200m トラックを20周して先にゴールした方の勝利よ。さてミューズからは誰を出そうかしら。運動だったらみーちゃんだね。はーい、頑張ります。どうしよう、誰が出る？私無理、自信ない。カズミもパスで。カズミの見せ場はここではない気がするので。スタミナだけじゃなく気力もものを言いそうな勝負ですね。じゃあ私出るわ。そういえば愛
ちゃん、よく運動部の助っ人に呼ばれてるよね。運動得意なんだ。まあね、歌とかダンスとかスクールアイドルっぽいことにはまだちょい自信ないけど、こういう運動系なら任せてちょうだい。心配性だな。ま、勝利できなくてアイム勝利なんていう羽目にならないように頑張るよ。応援よろしく。準備はいいわね。じゃあ、よーい、スタート。にゃっ、お、はや、いけー、りんちゃん、りんちゃん、頑張れー。あいちゃん、頑張って。りんちゃん、すごいわね。うん、どんどんスピードが上がって、まるで風みたい。へー、アイ先輩、任せろなんて言ったくせに置いてけぼりじゃないですか。でもアイちゃん全然ペース乱れないね。長距離走ってさ、ペース配分ちゃんとしないと後半グダグダになるでしょ。この勝負、大事なのは気力やスタミナだけじゃないかもね。兄ちゃん、ファイト！もうちょっとだよ。わずかですが、愛の方が早かったですね。愛ちゃんの方が早かったね。よっしゃー！にゃー！やったー！愛ちゃんすごい！ヒヤヒヤさせないでくださいよ！これで3勝、あたしらが一歩リードだね。もう動けないにゃ。りんちゃん、なんで序盤であんなに飛ばすのよ。最初はりんもちゃんと考えてたんだよ。でも走り出したら風が気持ちよくて、走ってる時のりんちゃん、すごく楽しそうだったよ。生き生きしてた。うん、楽しかった。愛さん、あの人すごいにゃ。絶対勝つって瞳の奥がメラメラ燃えてたにゃ。また勝負したいな。勝負じゃなくても一緒にスポーツやってみたいにゃ。リンちゃんも仲良しになったね。あー、もう次の勝負行くわよ。次の勝負ってなんだっけ。次もスクールアイドルに欠かせない能力を競ってもらうわよ。6回戦、音楽知識対決。ここはやっぱり、マキ
来ちゃうんだよ。凛ちゃんの敵討ちやね。頑張ってね。マキちゃん、応援してるにゃ。敵討ちって仕方ないわね。まあやるだけやってあげるわ。負けたままは私も悔しいし。分かってると思うけど、あんたが出るのはなしよ。あんたは虹ヶ崎側の人間だけど、スクールアイドルではないんでしょ。そこまで言うことないじゃないですか。けれど、それならどなたを代表にすべきでしょうか。実は私も音楽知識と聞いて真っ先に先輩を思い浮かべてしまって。ではここは私が。私もスクールアイドルとして音楽に関してはそれなりに勉強してきました。ここで実力を測るのもいいかもしれません。せつなちゃん、頑張ってね。頑張で、勝敗はどうやって決めるの？ペーパーテストでもやるわけ？それも考えたけどね。今回はズバリ、ピーンとひらめけ、イントロ早当てクイズ、ニコ。はあ？今から音楽プレイヤーの中に入ってる曲をランダムで流すから、歌詞が始まる前に曲と歌手の名前を答えてもらうわ。ちょっと待って、音楽の知識を競うんでしょ。それなら音楽の歴史とか作曲の技法とか。いいえ、マキさん、曲名や歌手名も立派な知識です。曲の分析も歴史の研究も曲を作る人、歌う人がいるから進められるのです。なかなかわかってるじゃない、勇気せつな。マキ、始めていいかしら。わかったわ。私だって有名な曲や音楽家の名前は一通り覚えてるし。やってやろうじゃない。流す曲は全部で5曲。先に3曲答えた方の勝ちよ。じゃあまず1曲目。はい。え？はや！え？短すぎて曲っていうより音って感じだったんだけど。本当にわかったの？もちろんです。歌手名はミントチョコ、曲名は貫き通せ愛のプライドです。正解。チョコ？スクールアイドルが誕生して間もない頃に結成された3人組のスクールアイドル。ミント味のチョコがお店から消えるほど大人気だったんだって。さすがかゆち、何でも知ってるにゃ。ねえ待って、まさか出題される曲って。勝者、結城せつな。ありがとうございます。3曲全部1秒以内に当てるなんて、あんた相当ね。気に入ったわ。ニコさんこそかなり深くスクールアイドルのことを理解しているご様子、ぜひ一度語り合ってみたいです。仲良くなった？やっぱり一度勝負すると仲良くなるものなのかな。なんで流すの全部スクールアイドルの曲なのよ。マキちゃん、落ち込まないで。かなりマニアックな曲もあったし、わからなくてもしょうがないというか。クラシックだったら絶対勝ってたのに。どんまいどんまい。でもマキちゃんがアイドルソングを速攻で当ててたら、それはそれで面白かっただろうな。
これからはクラシックだけやなくてアイドルソングもみっちり聴いたかね。そうですね、歌には流行が現れますから、最近の歌を覚えて研究するのも曲作りに役立つはずです。海まで、もう意味わかんないわよ。七回戦は衣装対決。ここでもスクールアイドルとしてないがしろにできない能力を競うわ。いくら歌やダンスが上手くても着ているものがダサくちゃ魅力は半減。自分のイメージや曲のコンセプトに合うものを選べてこそ真のアイドル。ここは小鳥の出番ですね。ドキドキするよ。でも頑張るね。服のセンスはあんまり自信ないな。ちなみに衣装対決の後ってどんなことするんですかね。何よ、作戦でも立てるつもり。いいやん、ニコッチ。ケチケチしないで教えてあげれば。もうあと2回なんやから。カリスマ対決とアイドル力対決よ。それならカスミンはアイドル力対決に立候補します。絶対ニコ先輩出てくるでしょ。あの仕切りたがりの花っ柱をベキベキにしてやりますよ。そうなると、リナちゃん？わかった。やる。カリスマ対決は何やるかわからないけど、多分私向きじゃない気がするし、頑張る。各自代表が決まったところで、勝負の内容を発表するわ。コスプレファッションショーよ！お互いのメンバーの中からそれぞれ5人選んで似合うコスプレ衣装を選ぶ。残りの6人と、それからあんたも特別に審査員としていいと思った方の見立てに票を入れてもらうわ。より多く票を獲得した方が勝ちよ。審査員の数は奇数じゃないといけないからね。公平に可愛い方を選ぼう。衣装は今日のために演劇部から借りてきたものがあるから、それを使いなさい。選ぶ時間は30分。さあ可愛くドレスアップに行こう。ミューズ対虹ヶ崎、ドキドキコスプレファッションショー。まずは1人目、先行はミューズ。モデルは高坂ほのか。じゃじゃーん、悪い子は逮捕しちゃうぞ。ほのかちゃんの元気いっぱいな笑顔と警察官のキリッとストイックな制服の組み合わせはギャップがあっていいかなと思いました。高校虹ヶ崎行くわよ。モデルは浅香かりん。天王寺リナ、ちょっとこっち来なさい。何？何じゃない、どういうことなのあれは。服選べって言ったでしょうが。似合うものがなかった、だから作った。世界でただ一つ、かりんさんにだけ使いこなせるリナちゃんボード。うん、かりんさんボードを。不思議な安心感があるわね、このボード。ドキドキコスプレファッションショー、2人目、先行ミューズ、綾瀬エリー。神々の世界へようこそ、なんてね。これは
まるで神話に登場する女神のようですね。なんて美しい。エリちゃんがギャップを狙わずにストレートに選んでみました。エリちゃんの引きつけられるような美しさが引き立つように。もう小鳥ったら恥ずかしいわよ。照れてる顔も様になってるのが憎らしいわね。次は高校虹ヶ崎エマ・ベルデ。はーい。ってまたかエマちゃんボードだよ。エマさんの優しい心をボードに書いてみた。意外と難しかった。え、ごめんね、リナちゃん、私の顔難しかった？なんでファッションショーでこんなにシュールな光景見なくちゃならないのよ。まあ、ショーに出てくるようなファッションって変わったデザインも多いし、これはこれでいいんやない？ミューズ対虹ヶ崎ドキドキコスプレファッションショー、勝者南小鳥。はーい、ありがとうございます。おう、私こそごめん。もっとうまく顔を描いていれば。そういう問題じゃないわよ。そういえばのぞみ、あんた全部虹ヶ崎に票を入れてるけど、どういうつもりなわけ？うちはいいと思った方に入れただけだよ。のぞみのいいの基準がわからないわ。衣装対決はこっちの勝利。ふふん、リードしてたからって油断したようね。次にうちらが勝てば同点、そのまま逆転なんてこともあるかもしれないね。ところでニコ、次の勝負ではカリスマを競うのですよね。内容の想像がつかないのですが。説明するニコ。これまで競った要素の他にも、スクールアイドルに不可欠な要素、生きとし生けるもの全てを魅了する絶対的なカリスマよ。確かにそうですね。カリスマ性がある人というのは非常に強いです。何もしていなくても不思議と周囲の関心を引きますから。そのカリスマを競うために、まずはふさわしい舞台へと移動するわ。移動？ミューズ対虹ヶ崎8回戦。題して、溢れるカリスマで種族を超えろ、アニマルハートキャッチ対決に行こう。アニマル、それでわざわざ牧場にまで移動したのですか？そうよ。この牧場では、放牧されている牛やヤギ、羊と触れ合うことができるの。この動物たちを自分のカリスマで多く集めた方が勝ち。なるほどね。人を引きつける素質があるなら、他の動物だって同じようにできると。さあ、この勝負に挑むのは誰に行こう。ミューズで残っているのは私とニコちゃんだよね。ではほのか、挑戦してみてはどうです？人を引き寄せる力なら、あなたが一番よ、ほのか。そんな風に言われると照れちゃうな。でも、わかった。カリスマ対決、行ってきます。うん。正直、カリスマもあんまり自信ないけど、精一杯頑張ります。制限時間は1時間。己に秘められたカリスマ、思う存分発揮しなさい。ヤギさん、こんにちは。怖がらなくても大丈夫だよ。うんうん、いい子だね。
柔らかな言動と雰囲気のおかげで動物たちもあまり警戒していないみたい。これはいい結果が期待できそうね。すごいな、歩む。私なんて速攻で飛びついて撫で回しちゃうよ。猫とかそれやってよく引っかかれるんだよね。風が気持ちいい。芝もふかふか。世界のすべてがかなたちゃんに寝ろと言っている。どこまでも続く緑と青い空、まるでスイスに帰ってきたみたい。かなた先輩、ウィーム先輩、二人とも完全に自分の世界に入っちゃってるんですけど。いいな、いいな。リンもヤギさんや羊さん触りたい。勝負に影響しない程度なら大丈夫じゃないかな。あ、ほら、ヤギさんが来たよ。ところで、ほのかちゃんはどこに行っちゃったのかな。見当たらないんだけど。ほのかなら、さっき羊を集めるって言って向こうに。え？にゃ、すごい数の羊さんがほのかちゃんを追いかけてるにゃ。よしよし、ヤギさん、いい子。え？あれ、ちょっと。ほのかさんの方に向かっていきます。あの、動物全然いなくなってるんだけど、まさか全部ほのかさんのこと追いかけてるの？いやー、誰かー、どうにかしてー。はぁ、やっと助かった。牧場の方々にも手伝ってもらって、どうにか動物たちを落ち着かせることができましたね。一体何をすればあんなことになるのよ。羊の餌やり体験ができるって看板に書いてあったから、それで羊を集めようと思ったんだよ。最初は 2,3 頭だったんだけど、気がついたらすごい数に囲まれてて、びっくりして逃げたらそのまま追いかけてきて、数もどんどん増えて、逃げ回っているうちに他の動物たちも餌の匂いにつられて集まってしまったということでしょうか。信じられない。何はともあれ、カリスマ対決は羊の大群プラスその他諸々を釣り上げたほのかの勝ちね。異論はあるかしら。わーい、嬉しいけど疲れた。ほのかちゃん、お疲れ様。みんな、ごめんなさい。っていうか、餌使うってずるくない？絶対動物寄ってくるじゃん。動物を集めたことに変わりはないからいいの。だいたいそっちだって、居眠りで勝ちをもぎ取ってるんだから、おあいこよ。これで互いに4勝4敗、追いつかれてしまいましたね。ついに最終決戦、両者4勝4敗の同点。まさかここまでもつれるとは思わなかったわ。新参の割に頑張ったじゃない、褒めてあげる。はん、その新参に4敗もしたのはどこのどなたたちでしょう。天下のミューズさんも大したことないってこと、カスミンが証明してあげますよ。やめなさい、二人とも。それで最後の勝負
アイドル力対決って一体何をするの？アイドル力対決はその名の通り、アイドルとしての総合的な魅力を競うのよ。最終決戦にふさわしい勝負でしょ。アイドルとは多くの人に見られるもの、その力を競うのにも大勢の見る人間が必要。というわけで勝負を動画サイトで生配信するわ。指定されたテーマのキャラになりきって自己紹介をし、どちらが良かったか視聴者に投票で決めてもらう。多く票を獲得した方が勝ちよ。可愛い方が勝つってことですね。なかなか燃える勝負を考えてくれるじゃないですか。キャラクターの指定は今からくじ引きで決めるわ。このくじ引きボックスの中から1枚ずつ、ちょうどいいわ。あんた引きなさい。あんたは一応対決のメンツには入ってないし、特別に引かせてあげる。ほら早く。うん、ありがとう。どんな勝負になるか楽しみに行こう。はーい、カスミンはいつでもオッケーです。スーパーアイドルニコニーの本気を見せてあげるわ。二人とも気合十分だね。どんな感じになるのか楽しみ。みんなー、こんにちは。みんなのアイドル、ニコニーだよ。動画見てくれてありがとう、ニコ。カスミンでーす。今日は、ミューズのニコ先輩と初めて一緒に動画配信。緊張で、胸がドキドキです。今日はニコニーとカスミンで自己紹介の練習。どっちが可愛く上手にできてるかみんなに選んでほしいの。いろんなパターンを頑張って練習したので、皆さんよろしくお願いします。最初のテーマは妹っぽく。まずはカスミン、頑張れ。あれ、鳥肌立った。ごはん。ではカスミン、いきまーす。はじめまして、カスミンです。得意なことはお料理です。やったー、ちゃんと言えました。ご褒美になでなでしてください。料理？まあ嘘ではない。すみちゃんのコッペパン美味しいし。いつも以上にキャラを持ってるわね。次はニコにね。いくよ。私の名前？そんなの今さら言わなくても知ってるでしょ。もう名前くらいちゃんと覚えてよね。私の名前はニコ。ん？これのどこが妹なの？ツンデレ系っていうのじゃないかな。ほら、妹にもいろいろタイプがあるだろうし。妹って奥が深いにゃ。次のテーマはラップ風。難しそう。でも頑張るっきゃない。カスミン、ファイトニコ。世界の流れ、サムコの定め、鋼の心でトレーニング重ね、あまりに魂揺さぶるステージ、悲しい顔すら誰より可愛い。後戻りできない片道キープ、突き進む花道、私はカスミン。やあ、やるわね。ニコニーも負けてられないわ。
日本が生んだスーパーアイドル、可愛さ絢爛、ニコニー絢爛、呼ばれでどこへもお届けしましょう。笑点必死のエンジェルボイス、老若男女大人も子供もよそ見は厳禁、ニコニーステージ。ふぅ、二人ともだいぶノリノリですね。ラップってさ、ダジャレに通じる部分があると思わない？韻を踏むとことか。さあ、どんどん行きますよ。次のテーマは、さてさて皆さん、全部のパターンが終了しました。本当はもっと皆さんに見てほしかったけど、今日はここまでです。ごめんなさい。ニコニーとカスミン、どっちの自己紹介が良かったか、次の4つから選んで投票してね。1、ニコニー。2、カスミン。3、どっちも可愛い、選べない。4、どっちもひどい。あれ、1個変な選択肢が入ってる。ありがたい助言をいただいたので追加したんですけど、まあこれに投票する人はいませんよね。それでは投票スタート。ニコさんが 1%、 かすみちゃんが 1%、両方良かったが 3% で、残りが全部4番。まあ予想通りといえば予想通りね。なんでよ、納得いかない。なんなのよ、見てた人たちの目は全員節穴なの。ニコ先輩、何か再考しましたね。じゃなきゃカスミンが 1% なんて天地がひっくり返ってもありえません。何をしてくれちゃったんですか。二人とも落ち着きなさい。どんな結果であれ、これが視聴者の出した判定です。文句を言うのは、だいたい海が悪いのよ。全ての可能性を考慮すべきなんて言って、あんな選択肢作るから。え、私のせいだと言うんですか。でもこの勝負が引き分けってことは、つまりどうなるの。あ、そっか、これじゃあ私たち同点のままなんだ。4勝4敗1引き分け、両者同点ってわけやけど、どうする。こういう場合は延長戦になるものだけど。もういいんじゃないかな。今回の9番勝負って、ミューズと虹ヶ崎に優劣をつけるっていうより、資料を見せるかどうかの腕試しみたいな意味合いだったんだよね。だったら引き分けただけでもう十分なんじゃないかな。虹ヶ崎のみんなはすごかったし、何より一緒にいろんな勝負ができて楽しかったよ。そうね、イベントで他のスクールアイドルと競うことはあるけど、今回みたいな勝負は初めてで刺激的だったわ。そもそも勝負を言い出したのは私たちの方ですからね。ここまで付き合っていただいたのですから、むしろお礼を申し上げなくては。ほら、これあんたが読みたがってた虎の巻よ。いろいろ言いたいことはあるけど、まあ引き分けにまでもつれたのは予想外だったし、素直にすごいと思うわ。これはその称賛の証。内容を頭に叩き込んで、今後の活動に役立てることね。あ、どうしたのよ、早く受け取りなさいってば。
は？先輩に賛成です。アイドル力対決の再戦を希望します。そうね、勝ちでも負けでもないっていうのは結末としては物足りないわ。白黒はっきりしてる方が気持ちいいしね。同感です。このままでは私もいまいち消化不良です。ファッションショーやるなら今度はもっとうまく描く。あまり勝ち負けに固執するつもりはありませんが、やはり決着ははっきりついてくれた方が次のステップにも進みやすいと思います。かなたちゃんはどっちでもいいかな。この前も今日もパーティーみたいでとっても楽しかったよ。もっと仲良くなれるなら私も続けるのに賛成。私もみんなの力になれるなら賛成です。そっか。あなたたちの言い分はわかるけど、正直私たちはそこまで勝敗をはっきりさせようとは思ってないわ。資料だって見せてあげるって言ってるんだから。まあ9回戦に関しては私もいろいろ思うところはあるけど。それならこういうのはどう？のぞみちゃん？今月末に音楽イベントがあるんやけど、うちらエントリーしようと思ってるんだ。虹ヶ崎はエントリーしてる？そっか。それなら虹ヶ崎のみんなもそのイベントにエントリーしよう。イベントで決着をつけるっていうことですか？違うよ。ミューズと虹ヶ崎それぞれイベント用の曲を作って聴き比べをするの。そしていい曲を作った方が勝者として正式にエントリーする。何勝手なこと言って。面白そう。ほのか？曲勝負ってことでしょ。スクールアイドル同士の信念のぶつかり合いみたいな感じでかっこいい。はあ、そう考えるとドラマチックだね。どうかな。曲作りやから次はあなたが勝負に出るってことになるけど。おお、これは熱い展開。つまりスクールアイドルの本分で勝負ということですね。今までの勝負もスクールアイドルに大事なものを競ってた気がするんだけど。まあ細かいことはいいんじゃない。9回戦の再戦ができないのは残念ですけど、勝てばミューズさんからイベント出場権を奪えるってことですね。露骨な言い方ね。けど確かに燃えるわこの勝負。はい、期待が胸を打つのを止められません。イベント楽しみ。虹ヶ崎はいろんなし。マキちゃんはどう？なんでここまで盛り上がってから聞くのよ。私も構わないわ。あなたがどんな曲を作るのか私も気になるし。決まりやね。エントリーの締め切りは今日からちょうど2週間後。その前日を決戦の日にしよう。それじゃあミューズ対虹ヶ崎延長10回戦楽曲対決頑張ろう。ところでのぞみさんが言ってたイベントってどんな内容なのかな。今月はイベントに出る予定がなかったから
情報がありませんね。今思うとどんなイベントかもわからないのに、よく勝負 OK したよね。スクールアイドルに限らず、高校の軽音楽部やダンス部などいろんなジャンルで活動する人が参加するそうです。へー、楽しそうなイベントだね。音楽の異種格闘技戦みたいなやつ？面白そう。対戦形式ではなかったと思いますが、もしこのイベントに出ることができれば、他の参加者の方々とも交流できるかもしれませんね。音楽への思いや意気込み、いろいろ伺ってみたいです。そうね、スクールアイドルとして視野を広げることにも役立ちそうだわ。二人とも勉強熱心だね。頑張ってね。期待してるわ。必ず勝利をつかみましょう。応援しています。マキちゃん、こんにちは。ほのか、それに小鳥、海も。マキ、作曲中でしたか？お邪魔してしまったでしょうか？いいわよ、別に。どうしたの？えへへ、虹ヶ崎のみんなと楽曲勝負することになったし、私たちも何か手伝えないかと思って、エネルギー補給用のお菓子も持ってきたよ。ここ飲食禁止なんだけど。こぼしたり汚したりしなきゃ大丈夫だよ。換気すれば匂いも残らないし。すみません、止めたのですが。はあ、まバレなきゃいいんじゃない。あれ、ドアが開いてる。失礼します。マキちゃん、来たよ。作曲の調子はどう？様子見に来てあげたわよ。なんでみんなまで来るの？同じミューズの仲間なんやから、そんなツンケンしなくてもいいやん。そうだよ、私たちも作曲のお手伝いするよ。だってマキちゃんの作ってくれる曲は私たちみんなの曲だもん。勝手にすれば。曲はどのくらいできてるの？こんな感じよ。とりあえず最後まで作ってみたけど、どうもしっくりこなくて調整中。うんにゃー、楽譜って読むと目が回っちゃうにゃー。音符がおたまじゃくしに見えてくるにゃー。マキはどこが気になってるの？5小節目のこの曲って実際に弾いたらどんな感じなのかな。あ、それ私も気になる。ねえマキちゃん、弾いて弾いて。ああもう、わかったわよ。その代わり、ちゃんとアイデア出しなさいよね。きっといい曲が作れるよ、うちらなら。それがあんたの狙いってわけ？何のこと？とぼけないでよ。楽曲勝負なんて言い出したのは、イベント用の曲を完成させるためだったんでしょ。曲作りの進行が普段より遅い。行き詰まってると気づいたはいいけど、マキが素直に助けを求めてくるとは思えないものね。だから9番勝負にかこつけて、自分たちが助けになれる状況を作って、ついでに曲も完成させちゃおうって魂胆なんでしょ。
考えすぎやってニコッチ。うちはただ虹ヶ崎のあの子の気持ちを汲んだだけだよ。聞いてくれる人がもっともっと元気になれる曲がいいな。じゃーん、ババーンみたいな。リンも元気な曲がいいにゃ。ポンポン跳ねるメロディーだと心もウキウキしちゃう。私はもう少し重厚な雰囲気でもいいと思うのですが、明るい部分とメリハリをつけて。曲の最後はシャラララって終わるようにすると綺麗だと思うんだけど、どうかな。可愛い系とかっこいい系迷っちゃうね。切ない系も捨てがたい。マキ、最後の部分なんだけど少し変えてみるのはどうかしら。こんな感じで。ちょっと一斉に喋らないでよ。あ、ねえ、お昼一緒に食べに行かない？今日は私も学食で。もしかして作曲？最近放課後だけじゃなくてお昼もずっとやってるけど大丈夫なの？ちゃんと食べてる？うん、わかった。頑張ってね。てい。もう終わったよ。あなたのこと迎えに来た。先輩、すっごい集中してましたね。カスミンたちが入ってきても全然気づいてなかったし、無視されてるのかと思っちゃいましたよ。大丈夫？あんま根詰めすぎんのは良くないよ。しっかり休息取ればアイデアだって急速に湧いてくるって。待ってたわよ、虹ヶ崎学園。久しぶり。元気だった？元気だったよ。みんなも元気そうだね。よかった。エマ先輩、ここは敵地ですよ。そんなフレンドリーにしちゃダメです。かすみちゃん、この前のニコちゃんみたいなこと言ってるわね。やっぱり似た者同士だ。曲できた？こっちこそよろしくね。わざわざ来てくれてありがとう。じゃあ早速、ミューズ対虹ヶ崎10回戦楽曲勝負スタートに行こう。先行は？そういえば決めてなかったわね。私はどっちでもいいけど。じゃあじゃんけんで勝った方が先に弾くってことにしよう。マキちゃん、それとあなたも手を出して。いくよー、じゃんけんポン。あ、マキが先行ね。これはなんとも幸先が悪い。先輩、そういうことは言わなくていいんです。先輩、気にすることないですよ。そうだよ、弾く順番が決まっただけだし。じゃあ弾かせてもらうわね。
マキさんの演奏終わりましたよ。大丈夫？なんか呆然としてるけど。焼いてきたんです。いちごジャムたっぷり塗ったので甘酸っぱくて美味しいですよ。どうぞ。今日のお弁当、卵焼きが入ってるんだ。あなたにも食べてほしいな。絶対あなたも好きな味だから。先輩、お芝居のチケットがあるのですが、よろしければご一緒に。最高にパーフェクトなお昼寝スポットを見つけたのだよ。一緒にお昼寝しよう。今なら、かなたちゃん秘蔵のもふもふ抱き枕付き。それって外ですか？今日はこの後雨が降るって天気予報で言ってましたよ。え？そうなの？じゃあ保健室で。どこで寝る気だったんですか。あ、待って。行っちゃった。今日も様子は変わらないみたいね。うん、10回戦の日からずっと元気がないみたい。顔色もあんまり良くなかったね。眠れてないのかな。食欲もないみたいです。今朝家まで迎えに行ったんですけど、ご飯をほとんど食べてないみたいで。そうなの？ご飯食べないのはダメだよ。倒れちゃうよ。まあ、気持ちはわからんでもないけどね。要は、相手と自分の格の違いを思い知って、勝負の前に心がぽっきり折れちゃったってことでしょ。愛ちゃん、ズバッと言うね。でも、愛さんの言うことは的を射ていますよ。同じ土俵に立つ勇気すら持てない。あの勝負の結末は、相当答えたはずです。私たちらしく輝くにはどうすればいいのか、いつも考えてるの。うわぁ、人がたくさん。これみんな今日のイベントを見に来た人たち？こんなに人気のイベントなのに、どうして今までノーマークだったんですか、刹那先輩。スクールアイドルだけが出演するイベントではなかったので、うっかり。すみません。パンフレットに書いてある参加者の中にちゃんとミューズさんの名前がありますね。出番はイベントの中盤くらいでしょうか。ヒーリング音楽愛好会っていうのもあるよ。これはよく眠れそう。イベント中に寝ないでくださいよ、かなた先輩。こんなに人いっぱいの中で寝られたら、解放するのカスミンたちなんですからね。ぼーっとしてるとはぐれちゃうわよ。そうそう、せっかく来たんだし思いっきり楽しまなきゃ損でしょ。ついでに
ミューズのパフォーマンスも厳しくチェックしてやろうぜ。アイさん、前向きだね。いろんな方々のステージを見て、演出やパフォーマンスを勉強しましょう。みんな、そろそろイベント始まるみたいだよ。面白いね、イベント。いろんな音楽が聴けてとっても楽しい。歌も演奏もみんな上手だったね。すごいな。さっき出てた高校生バンド、結構いい感じでしたね。ね、先輩。皆さん、こんにちは。ミューズです。ミューズ。今日、こうしてこのステージに立てること、とっても嬉しく思います。来てくれたすべての人たちに、ありがとうを込めて、精一杯歌います。届け、響け。どこまでも、私たちの、きらめく思い。わあ、すごかったですね。ミューズのライブ。予想の斜め上をぶっ飛んでったって感じだったわ。完全に心臓がミューズの曲に合わせてビートしてたよ。表情も動きも全てが生き生きとしていて、見ているこちらも弾むような気持ちになりました。さすがトップクラスの人気を誇るスクールアイドルグループですね。歌が始まった途端、会場中が一気に彼女たちの色に染まりましたよ。私たち、あんなにすごい人たちに勝負を挑んでいたんだね。